どうも、今回ですね、大菩薩霊という山に登ります、今回もこの方、登山 YouTuber のカホです。カホ氏が一緒でございます。お願いします。あの一番最初にカホちゃんに山登り連れてってもらうって言った時に、この大菩薩霊っていうところに登ろうってなったんですけど、はい、ちょっと天気がね、悪かったんで、筑波山の方に行ったんですが、4回目の登山にして、はい、ついに大菩薩霊に。標高 2000m って結構高いんですけど、うん、あの今スタート地点がね、1600から1700くらいの間、うん、そんなにだから登らないんですよ、はいはいはい、なのに景色が綺麗、いい山です。素晴らしい、はい、で、いつものように山頂の方でまたご飯を作りますんで、はい、今日は中華尽くし。ここから行きます。最初は全然ね、普通の、あ、普通ってこともないか、結構、あ、でもね、最初は結構あの楽だと思う。あ、楽ちん、うん、こっからどんどんこう緑が濃くなってくるもんなんですか。もう少し先、カラマツの森というか、カラマツが生えてるんですけど、うん、ちょっと今寒いからまだ、うん、葉っぱが出てるかわかんないです、ね、あ、そうなんや、うん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。どっかで見たことある。どうも、こんにちは。久々の登山だからか、はい、もうしんどいねんけど。でも、ちょっとやっぱ私もしんどいと思いました。あの、最初は大したことないってさっき言ったけど、でももうちょっとね、急になるんですね、道が。あ、そうなん？で、今日ちょっとね、いつもより機材とか、食材とかが重いんですよ。うん。だから余計にかもわかんないけど。徳井さんもザックパンパンですもんね、今。そうなのよ。ザックパンパンなのよ、これ。こんにちは。徳井さん、三脚も背負ってますからね。そうなんですよ。最近、機材をなんか爆買いしてしまって、細かい機材とか、三脚とか、もうめっちゃハーハー言ってんねんけど。私もちょっとハーハー言ってます。さあ、まずは第一チェックポイント。福ちゃん荘が見えてまいりました。あれは普通に山小屋って感じ？そうですね、はい。え、泊まれんの？泊まれると思いますね。へえ。泊まれますね。泊まりました、福ちゃん荘。一旦休憩して出発でございます。ここ、この分岐。唐松尾根分岐点。はいはいはい。これで？これでそこの道に行きます。はい、ここからがちょっと岩とか出てくる感じの。マジで？はい、もうちょっと先ですけど。来たか。うわぁ、岩だ。うわ。ああ、しんど。ちょっと休憩していい？ちょっと広いところ来たんで一旦休憩します。でも福ちゃん荘からは1時間半くらいかな。あ、1時間くらいで山頂なんで、うん、あ、じゃあ、あと半分ぐらい。そうですね、半分くらい行きました。休憩終わってすぐまたなかなかの登りです。うっよいしょ。ちょっとあれ、休憩挟んでなかったらここやばかった。やばい。あ、でもやっと尾根が見えてきた。結構まだあるな。ありそうに見えますね。でも 2,30 分あればね、登れちゃうと思います。あ、そうなん。あそこです。見えますかね。 2,30 分、うん、多分それくらいだと思います。 OK、 頑張りましょう。 OK、 さっき休憩したからもうちょっとかかるかもしれないですね。確かに、そっか、あの道が続いてるんだ、ずっと。そうですね。見える雷岩っていうのがあって、ちょっとね、うん、あの一番てっぺんっぽいところに岩が固まってるんですけど、ああ、あるある。あそこが展望いいんで。へえ、この辺も熊笹がすごい綺麗やな。ね、本当ですね。この辺熊いるのかな。なんかこの辺の木が剥がれたやつとかちょっと熊っぽいと思う。マジ違うかな。あれ、そう、なんか高さ的に鹿でもないし、ああ、そっか、なんか熊が登って、うん、とかですか、わかんないけど。そうか、そうか、うん、せやな、他の木そうなってないから自然とあんな風に剥がれるのおかしいもんな。そうですよね。あのさ、向こうの木のなんかあの
綿菓子みたいなついてるやん、はい、あれなんなん？あれは地衣類だったかな、うん、苔でもないんですけど、なんかそういう種類があって、うん、そうああやって衣っていう字を書くんですよ、地衣の衣って あ, はい、はい、ああやって木のなんかお洋服みたいに、へーカーテンみたいなんかあんなのがベラーンってなってんねんな、はい、あれが通常なんや、あの子たちは、あの子たちは、はい、もうちょっとで雷岩に到着するんですけど、もうね、雷岩の手前が結構な急登、これ結構ね、ももに来ますよね、来ますよ、はあ、よいしょ、岩もゴロゴロだし、最後の試練っていう感じ、最後の試練です、はい、これ伝わってんのかな、これしまった、私徳井さんに内緒にしとこうと思ったんです。あ、そうなんや、そう、でもめちゃくちゃ綺麗、やばいですね、ああすごい、やば、よし、じゃああれを見ながら昼飯食えるように頑張ろう、はい、徳井さん上だけ向いててくれないかなって思ってた無理だったか、いや GoPro 持ってなかったら見てなかったわ、GoPro の絵を考えてしまったよっ、やばやば、さあ結構来ましたけど、あとこのぐらいもう見えてるところやんな、多分そう、あそこを登り切ったら、あの森の向こうやな、頂上、そう、でも最初に雷岩っていう岩にたどり着きます、はい、思ってるよ、やったやばい、よし、もうちょい、足が重い、頑張れあれか、あれやな、はい、あれです、よし、行くぞ、頑張りましょう、ほい、よし、決まった、雷岩です、着きました、これが雷岩ですね、はい、これは山頂ではないのよね、そう、まだ山頂じゃないです、うん、山頂は向こうなの、はい、へえ。でもう本当にちょっとって感じ、そうです、あと10分くらい、あ、じゃあこの雷岩に一応登っていきましょう、本当にただの岩なんやな、階段がついてるわけでもなく、うん、大きな岩の塊ですね、あーいいね、うう、わこれは景色がいいこれ気持ちいいな、ね、ちょっとこっから10分ぐらいですか、山頂まで、はい、10分くらいです、10分くらい、10分くらい歩いて山頂の方へ行きます、山頂は景色がないんだね、
そうなんです。森やんな。はい。でも一番、まあ、高いところ、標高が高いところです、はいはい。そこでご飯食べるのやったっけ？いや、ここご飯ここがいいと思いました。今鹿がね、いたんですよ。まだいる？いなくて、なんか鹿いるじゃないですか。ここ、うん、で、ここら辺木の幹にこう網がしてあるじゃないですか。あ、はいはいはい。で、多分まあ鹿が増えすぎちゃって食べるものなくなって、最終的に多分この木の幹を剥がして皮を食べるんですよ。ああ、こうなってるの、これね。そう、だからまあ植生が壊れちゃうから、こうやって全部の木にだいたいこうネットしてあって。鹿かわいいんですけどね、ちょっとこれは問題。確かに、うん、これ木の皮のとこ剥がれたらあれやもんな、栄養がこの木に行き届かなくなるやつやな、ね、そうですね、枯れちゃうってことやもんな。はい、まあ、温暖化というか雪が少なくなって鹿が冬越えるようになっちゃったから増えちゃったんですよ。そういうことか。はい、あとはまあ狼が絶滅して敵がいなくなっちゃったんで、はいろ、はいろ、まあ、な説があるんですけど、そう、鹿増えちゃって結構日本の森のなんか今課題というか、そう、鹿増えすぎ問題みたいな。勉強になります。いやいやいや、すごい、はい、そうなんです。 NHK みたい。 NHK 結構頂上まですぐやけど、はい、岩がゴロゴロしてんね。そうですね、今すれ違った人たちはちょっとつまずいてますね。さあ、頂上ですよ。来ました、来ました、頂上です。ここか。はい、頂上。はい、確かに一面木。そうなんですよ、全然景色がね。大菩薩嶺、はい、標高2057メートル。2057メートル、はい、日本百名山、はい、山梨も百名山、はい、山梨の、はい、決めた百名山でもあります。ダブル百名山なんや。はい、はい、よし。腹ペコっす。はい、ということでご飯にします。行きましょう。ここで写真撮りますね。ああ、撮ろう撮ろう。せえせえ。なんか適当に使って、え、いいですか。あ、でも徳井さんも使ってくださいね。うん、はい、今日のメニューはサンラーパンネン、スーラーパンネンっていうのかなを作ります。ただこれだけではちょっとね、物足りないので、ちょっとだけアレンジをしますらしいです。私が今回麻婆豆腐とご飯作ります。いろいろね、持ってきたんで、これですね、この調味料セット。あ、すごい。あ、ほんで、あの、なんか吉野家の牛水っていうのがインスタントのやつが売ってたから一応買ってきてんけど、すごい、麻婆豆腐とご飯とサンラータンメンですね。はい、素晴らしい。豆腐とネギとひき肉、まだ若干凍ってるかな。麻婆豆腐はこのガスバーナーで炊いて、あ、焼いて、でお米はアルコールバーナーでやろうと思います。アルコールバーナーも、それ1号ですか。1号。うん、私のこの鍋可愛くないですか。麻婆豆腐は別のバーナーで、そう、こっちで同時進行か。ウェスティン、かわいい。いい感じで湯気が出てきて炊けてそう。このチンジャオロース、あ、いや待って、これ入んない。あ、マジか。まあ、それでいけるやろ。そうですね、うん、はい、あのサンラータンの上にチンジャオロースを乗せます。でも、はい、これでちょっと温めます。うぃー、いい感じ。最高、すごい、完璧じゃないですか。完璧に。なんかこのお外のバーナー、うんうん、実は新しいんですよ。あ、そうなの。新しく出たやつで、あ、だ名品やんな、これ、はい、もう、そう、でも
その自動点火装置がちょっと変わって分かりやすくなったんですよ。やりやすくなってそちょっと大きくなったのかな。なんかこの辺のなんか芯の金属パーツもなんかしっかりしてるような感じになってるかな。よし、じゃあごま油で。うわ、徳井さん本格的な。教えてください。あ、オッケー。今日はなんで麻婆豆腐を作ろうと思ったんですか。いや、なんとなくなんか何作ろうかなと思って、まあ、ご飯は炊きたいなと思ったからなんかご飯に合うものと思って。家でもよく麻婆豆腐作るんですか。麻婆豆腐たまに作る。すごいな。なんか私は元でしか作ったことがないから。はい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 。元も全然もちろん美味しいねんけど、やっぱ自分で作るとこのひき肉の炒め方とかもうちゃんとやるとさ、なんか臭みとかなくなるし、今こうなんかジューって言ってるやんか、はい、これがだんだんパチパチパチっていう音になってくる。しっかり焼くんですね。そうで、パチパチパチってなったら味付けしていくっていう、それやっとくと全然違うの。そうなんだ。そう、あとほんまはお豆腐も一回湯がいて湯通しして、そう、水分をちょっとちょっとあのほんまにもうほんま軽く茹でてするとなんかすごいプルッとするんだ。はいはいはい。豆腐を入れるのはもう最後の仕上げって感じですか。そうね、うん、味付けは最初にしちゃう。あ、豆腐入れてからですけど。いや、豆腐入れる前に豆板醤とか全部入れてみたいな。あ、確かに音が変わってきた。そう、だんだん変わってくるの。え、俺甜麺醤忘れてない。え、え、嘘やろ。味付けですか、甜麺醤って。そう。おお。え、いや、まあ最悪豆板醤の味でいけんねんけど。うん、味噌味が。え、俺はす。いや、もう一回しっかり探したらちゃんとあるんじゃないですか、さすがに。ね。はい。ないです。こだわりのマスターが。こだわりの。くそー。いや、まあまあ味はそこそこにはなると思うよ、うんうん、多分。一応リュックの中も一応探す。うん、ないね。いや、でも大丈夫です。もうひき肉炒めただけでも美味しそうに見えてるから、まあ、美味しそうだからもう大丈夫。そうやね。このトーチ、これを入れるとちゃうのよ。トーチと、まあこの花山椒、フォアジャオってやつね、はい、これを入れるとすごいいい感じになる。なんかトーチちょっと石みたいですね。そう。そんなのを入れるんですね。これを入れるのよ。え、割ってそのまま。そのままはあのナイフでこうパーって切んねんけど、まあちょっとこれ甜麺醤ほんま入れるんやけど、やから豆板醤、うん、まあ豆板醤と、もうだから味付けにいっちゃっていいのか。生姜と、おお、たっぷり、うん、トーチを入れてちょっとほんまはこう細かく切りたいねんけど、うんうんうん、今日は山ということで。山ということで。だいぶ違うの、これ入れるだけで。なんだこれ、何の香り。チョコレートみたいな香りしません？ちょっとそうやね。これ入れると全然違う。いい香り。味噌っぽくもある。そう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 。まあ言うても豆やから。ちょっと潰して。こんなの入ってるんだ。これ本当は包丁でバーッと細かく切って。入れんねんけど。じゃあ普段多分中華料理屋さんとかのやつは入ってる入ってる入ってて、うん、気づかず食べてるってことですね。そう、これが入るとすごいプロっぽい味になる。自分だけだったら絶対スーパーでこのトーチを手に取らない。そうやろ、はい、でも俺もそうなの。麻婆豆腐ちゃんと作ろうって思うまでこんな、うん、こんなん買ったこともなかったし。麻婆豆腐のためにある。いや、なんかいろいろなんかトーチ炒めみたいなの結構あんのよ、うん、この風味で食べるみたいな。そうなんだ。あ、結構たっぷり。結構入れますよ。もうちょっと足すかもしれない。あ、鶏ガラスープを。鶏ガラスープなんだ。豆板
ジャンは味付けっていうよりも風味、まあ味付けやな、でも味付けなんですね、うん、もう豆腐を入れたら完成ですか先生。そうですねこれで豆腐の大きさはどれくらいにするんでしょうか。これはですね、まあこのぐらいのやつやと 1.5センチ角ぐらいかな。ここぐらいかな、こういう感じかな、はいはいはい、このぐらいの感じにしていただける。でまあ、はい、煮込みながらちょっと崩れたりしますし、そろ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 行っていいですか。あと、はい、10分以内にはできるかと、はい、わかりました。あれですね、あのなんだっけ、豆板醤とかって炒めるのかと思ってたんですけど、あでもまあ炒め煮みたいな感じかな。じゃあお豆腐をドン。ちょっと量がちょっと量がなかなかの山盛りです。山盛りになりましたけど、めっちゃいい香りしてきた。ちょっと麻婆豆腐っぽい香りしてきたよ。うわー最高。ちょっと匂いにつられてしっかりやってきた。なんかあれですね、意外と多くなりましたね。なあ、うまそうやん。 ありがとうございます。じゃあ仕上げにこのホワジャオをしっかりめに。完成しました。おー美味しそう。あすごいすごい。あーへー、サンラータンメン、サンラータンメンの麻婆茶碗、チンジャオロースのせ、めっちゃむずいやんこれ。そうこれはね、はい、じゃあちょっとご飯取って。あ、じゃあこれどうぞ。あ、やった、はい、ありがとうございます。よいしょ、どこに取ろうかな、ちょっと待って。うまそうあ、でもちょっと早いうちに食べた方がいいかもしれない。そうやな、あの冷めちゃうかもしれません。ありがとうございます。え、じゃあご飯ちょっとガシャッと取って、この辺取っちゃっていいですか。あ、もう分かります。いいですか、これフェスティンの。硬い、あれ、硬い、どうですか。硬い、嘘あれ、いやでもこれは麻婆豆腐かけたらいいはず。本当だ、なんかちょっと硬 い, い, い、ちょっとどころじゃない、だいぶ硬い。あ、本当ですか、はい、でもお焦げはめっちゃ綺麗にできてるんですけど。できてるけど、だいぶ硬いな。ちょっと食べてみていいですか、うん、だいぶ硬い。パリパリ、うん、お菓子みたいで美味しいですよじゃあまずラーメンいきますか。うん、どうでしょう。うめー。あ、よかったよかった。うん、うん、うめえ。いただきます。うん、うめえ。うん、おいしい。ああ、あったかくておいしい。チンジャオ感もあるね、やっぱ、うんうん、なんかさっき食べ物の話してて、横井さん細麺が好きって言ってたじゃないですか、うん、ラーメンはこれ細麺でよかったと思って、うんうん、麻婆、うん、麻婆いってください。しびれ系がたくさん入ってる、たっぷり入ってる。私しびれ系が好きなんですよね。じゃあいただきます。どうかな、うん、うん、おいしそう。麻婆、麻婆おいしい。ちょっと食べてきます。うん、
国っぽいやろ。はい、プロ。すごっ、うん、山の上とは思えない。うん、おいしい。わー、こんだけおいしいと甜麺醤あったらどうなってたんだろうっていう。甜麺醤あったらもっとね、こう深みが出てんけど、それでもトーチーがだいぶいい仕事してる。うん、美味しい。うん、中華最高ですね。やっぱ山頂で中華最高やな。うん、それ冷めたら温めも、あの白カップごとしてもらって、はい、っていうので。まあでもお腹空いてたからもうなんか無心で食べちゃいますね。ほんま。ああ美味しい。このおたまは100円ショップなんですよ。ああそうなんや。はい、麻婆美味しい。そうやろ。これすごい。そうやろ。うん、何がこの麻婆を本格、やっぱトーチ。トーチとやっぱ豚肉、あのひき肉をちゃんと炒めるっていうのと、うん、うわ私好みこれ。ちゃんと辛い。多分麻婆の好みが似てて、うん、俺もその自分が好きな麻婆が作りたくて作り出したのよ。はい、あの私山椒で、うん、結構山椒でもうなんか口がしびれるくらいのやつがすごい好きで、うんうん、いいよね。これ最高で、ちょっといただきます。最高。しかもひき肉がめっちゃいっぱい入ってるのがいい。うん、そうそう、自分で作るとさ、全部の具の量自分好みにできるから、うん、すごい。わこれはすごい。あのこの間亡くなったけど中華の達人の陳建一さん、うん、陳建一さん の, あの動画を見て全部学んで。だって麻婆豆腐を日本に持ってきたのって陳さんって言いますよね。そう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 、って言うよね。陳建一さんのお父さんの陳建民さんかな、うん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 、お父様か。この卵もめちゃくちゃいい感じにできてんな。ね、意外とあんま硬くなりすぎずよかったです。かほ、うん、ちゃんって水持ってきてる？あ、持ってきてます。この牛水作ってみ。あ、作りたい。これ。シェラカップでお湯沸かします？うん、このし、これ私使ってます。あ、いいよいいよ。俺これやるから。あ、はい、ありがとう。じゃあ、吉野家に牛水なんてあるんですか？ないよね。うん、見たことない。これ何ミリリットル必要だ。160。あ、これは温まる。これどこで買ったんですか？なんかサミット。あ、サミットに売ってるんや。うん。どうですか？美味しい。お、あの肉水の味。あー美味しい、うん、私肉水って、うん、多分関西のもの、うん、だと思うんですけど、どういうものなんですか？こういうもの、あの本当に、はい、なんか薄口のお出汁のスープにお肉がいっぱい入ってて、うんうん、その肉の出汁のガスが出てるみたいな。へえ、美味しい。美味しいな。うん、うん、めっちゃ美味しい。うまい。これ肉と何が入ってるんですか？肉となんか多分お揚げさんとかネギとかそんなのやと思うんだけど。関西の人は肉水をどういうタイミングで食べるんですか？なんか別に家庭で肉水作るとかじゃなくて、はい、肉水で有名な千歳っていう店があって、ナンバーグランド花月の近くにあるんだけど、はい、そこが芸人が大好きで、しょっちゅう出前取ってたのよ。でこう芸人が愛した味みたいなんで、なんか有名になって。え、肉水ってこのスープだけを食べる感じですか？もともとは、うん、あの吉本新喜劇の花木京さんって、なんかこう新喜劇の有名な芸人さんが、うん、肉うどんやって、もともと肉うどんはありますよね。肉うどんのうどん抜きでって言って頼んで、食欲があんまなくて肉うどんのうどん抜きでって言ってきたのが、まあ、これやん、だうどんの出汁に牛肉が入ってるみたいな。じゃあ肉水は吉本が生んだ、吉本の新喜劇が生んだと言われている。すごっ。
毎回食いすぎるな、なんかなんか、そうですね、食べ過ぎちゃいますね